上書きにも絵描いたりしてますね。
で隣の女の子の筆箱の絵描いてた、描くのが楽だってみたいな。それぐらい多分、ね、落書きっていうものが好き、まあ、好きだったというなんか得意なのか分かんないけど、服に絵描いてたっていう原点もあるんですもんね。だから、ある意味そう、色を使い始めたサラリーマンが結構どっぷり洋服の勉強をしていたっていうのはかなり大きいでしょうね。だから結構ファッションに近づいてる力があると思います。例えば純也さんとかだったら、あの継ぎはぎして、要は1個の素材で作るのが正解じゃない、まあ、この部屋で揃ったら壊していく、破壊していく、違う素材っていうのが好きなんでしょうか。とにかくやっぱりその具象っていうものの、具象的なものっていう素材と抽象的な素材っていうものをミックスさせるのは、やっぱ聴いてる音楽もあるし、聴いてきたファッションもあるけど、あとは色もそうなんですけど、でマルルとかアクネとかの色に近いと思うんですよ、影響を受けてるから。違う補色関係のものを足していく、ジャガイモとか、たまに見るそういうグラフィックのもの、ピンタレスとかで自分の好きなものが集まってるところから、まあ、多分純粋にその自分の好きを全部してキャンバスに放出してる。何でも言ってよくスクリーンショットとかインスタグラムでいいねとかね、ピンタレスを保存とかしてるんだって思った時に、かっこいいものを集めてるじゃなくて自分のかっこいい指標を決めてるんだっていうことに気づいた瞬間があって、あ、だから俺はこんなにもいっぱいスクリーンショットの中にいろんな画角のものがあったり、そうやって考えてる、だからもっとズームっていう言葉を作ったんだみたいな思った瞬間があって、ミレニアム世代として SNS でいいと思ったものが自然とも自分の生活の中に取り入れられてる、でスクリーンショットしたものが自然とアウトプットにつながってる、日常からずっと書いてるから頭の中で、それをただ引き出しをどんどんどん開けていって、いいものとスケッチブックを合わせっていっている。前よりは絵を描くことが日常に近づいてきてると思ってて、それが要は、まあ、ズームズームっていう芸術活動なのか分からないけど、メインテーマにつながってくるとは思うんだけど、自分の人生そのものも投影されてき始めてる。作品が自分にも近づいてきてるし、自分自身もキャンバスに近づいてるというか、なおさらズームっていう言葉がより自分の作品のテーマに近く、まあ、強くなってきてるっていうのは多少ながら感じます。エイリアンシリーズ、フェイスシリーズ、アットホームシリーズ、ジャングルシリーズ、ピープルシリーズ、まあ、動物とかもめっちゃ書いてますけど、ドックスとかベアとかタイガーとか、だけどなんか結構大きくシリーズっていうものは今の前者たち、アットホームジャングル、なんか横もなんか片側のやつがシリーズですね。まあ去年書く、まあ結構書けない時間っていうのを過ごすことが多くて、去年のそのテクイペイ時点でやった時にめっちゃ悩んでるなみたいな、なんで書けないんだろうとか、その解決する時ゴールが、いやもっと純粋ピアノ書かないとダメじゃんっていう、でそれがなった時が家の中でなんかずっとお花とか見せて、なんでこれかっこいいんだろう、いやこれでいいじゃんってなった時、あの人も家で思いついたアットホームシリーズ書こうっていう、で純粋の国に風景画というかに、ね、っていうので結構アットホームシリーズからそういうシリーズ、あもうシリーズ化していこうって思い始めました。やっぱ学生の頃ずっとあの人物像、人物画を描いてきたから、でその頃に英語のシリーズとかから影響を受けてたんですよ、グネッとした感じ。だから今もめっちゃ久しぶりに人物っぽいあのシルエットのものを描いた、で得意なものだったから避けたり苦手なものをとにかくやってみて、まあ、幅広くいろんなものを描きたい、描けるようになりたいっていう気持ちが強かったから、去年一昨年ぐらいにやっと2メートル超える作品を描き始めたと思うから、自分自身が大きい作品を見て昔感動した体験があったから、自然と大きい作品を描きたいなってなるんで、やっぱ考える根源は自分の作品の、トライアンドエラーのことだけを考えてる。
だからすぐ消したりする。もう次の日には消して違う、全く違う文字を一回出してみる。それは結構ここでも表れてます。真ん中のベージュあると思うんですよ、一番下に。この後ろには虎の柄した花瓶を描いてたんですよ。でそれをめっちゃ頑張って描いたんですよ。消したくないじゃないですか。でも最近はもう次の日はちゃんと消すっていう、もうダメって思ったらもう一回消す、書けばいいんだよ。またダメな方向に少しでも進んだら、性格が性格だから、もっとストロークやっちゃう、ストロークだーってやったら、で複雑になっちゃうんですよ。これだったら結構右下ら辺とかいっぱい書き込んでるんですよね。で一回やれるんですよ。で違う作品を書くんですよ。で一回変えるんですよ。で次の日には寝るから結構リフレッシュできて、全部戻って、あ、もう消しちゃうっていうのが、この作品とかもそういう時間があったんですよ。でここは真ん中ら辺とか結構消されてるから、真面目にやりすぎたって、今自分の性に合わせないと、純粋にやらないと、まあ、完成もしないし、いいものにもたどり着かない。かっこいいものを作りたいだけっていう、結構やっぱその気持ちが相当強いと思うんですよ。だからめっちゃ後悔するし、めっちゃ嬉しい。スケッチブック、最近はその気持ちがすごい強いですね。今まではキャンバス上に一気に描いてたのが、最近は大人になったのか、ここら辺から、まあ、去年の4月テイクイット EC 展っていうのをやったんですけど、その時にキャットっていう作品を作って、そこら辺で多分気づかないうちに余白でなんかお花とか細い線を描き始めてから、うお良くなってきてるって思って、で気づいたでしょ、気づいたまま描いてる。結局やっぱ下書き描いてる時も、この下書きしたやつの周りになんかちょっと四角描くんですよ、キャンバスの輪郭線だから。結構なんだろう、真ん中に描かないというか、自然なのなんかある、あくまで抽象的なものなんだけど、ちゃんと切り取った、あの生活の中でポッて切り取ったところを描き上げてるんだと思う。真面目っていうよりかは日常の中の一瞬というかね、もっと下書きにちゃんとやっていこうっていう。そしたら色数を減らせる、まずは。でそのこれからね、一回その路線をやってみようっていうか、とにかく色数を減らしてちゃんと書き込んでみる。でダメだったらまたちょっとストロークとか細かい出ている、激しい出ているとかも足してみる。だから デザインです。やっぱデザインも近い。このレイヤーをこういう風に構築していっている。チョーク飛来したとか、まあ割と余白の部分、絵の具を使ってないですよね。だから多分これ描いてる時に、俺の得意なものって何なんだろうって考えて、やっぱり細い線で表現することが一番得意。そんな真面目に描かないでいいと思ったのです、純粋に表現しなさいよみたいな自問自答で描いてみたら、結構この作品らへんは余白がやっといい生まれるようになってきた。バリマキさんの作品を見た時に、なんかグラフィックとわーっていっぱいキャンバスが、側面がめっちゃいろんな絵の具が混ざってたんですよね。表は俺赤色の文字とか、でも横めっちゃ描いてるの気づいて、あ、もう本当決め込まないというか、キャンバスでやってる理由は多分飾るものとして僕は描いてると思いますね。芸術活動とかいうかはちゃんと家に飾ってめちゃめちゃテンション上がるものっていうのはとにかく好きだから、3D で飾る、立体的に飾るものとして捉える。本当に自分の家にもし広い家住んでて寝室にこれ飾った時、やっぱ側面とかね、不意に見えた時テンション上がると思う。僕は上がるんですよ、いろんなところを楽しめるから。それはやっぱ全然だと思うし、近くで見ても楽しいし、僕自身作品作ってる理由は自分自身を感動させたいから。なんか一個の作品をちゃんと集中して描き始めたのがやっぱ去年からだったから、それまでは結構ね、企業とかのお仕事とか周りのお世話になっている方々のお仕事とかもやりながら、まあ個展って言っていいのか、ポップアップというかっていうことをやってきたのが、まあ25、6歳まで
である程度、まあ、言っちゃえば資金源というものが出来上がってきたから一個の作品に集中できるようになったのと、たくさん書いたからやっと書きたいものを表現し始められたというか、そういうのがなんかいろいろ相まってやっと下書きに集中できるようになったみたいな。今までも追い込まれて追い込まれて書いて書いて書かないと書かないとみたいなのがある意味腹をくくったじゃないけど、もう一回ちゃんと作品に集中してみようっていうので、いやここ最近はそれはもっともっともっとこれからももっと強くなって、今はもう圧倒的に作品主義というか、いい作品をとにかく作りたいっていう気持ちがあるから、でそこから自然と出来上がった作品をいいところで飾りたい、自分がかっこいいと思う素敵な空間飾りたいっていうのがあるから、そこに当てはまるだったり、まあ、すごいやっぱ興味のあるギャラリーもちろんあるけど、それはギャラリーの空間とか、そのギャラリーがアウトプットしているデザイン、プレス力っていうものがめっちゃかっこいいなっていうところで、多分シンプルにやっていきたいです。でもそれよりも本当にとにかく自分を納得させ続ける作品をとにかく作っていきたい。マジで作っていきたい。いろんな全部の話でこれから。それこそ読売ギャラリーと、10月に香港でも個展やるんだけど、それは結構今それまあ本当今自分自身は余白っていうものを大切にしてるから、余白のズームっていう考察、自分のための余白ズーム展、余白への考察的なさっき展覧会にしようかなって思ってる。あの結構ズームそのもの自体はまだまだ未完成だけど、全然言葉足らずだけど、人生そのものに近づいているものがその作品にアウトプットして、それはもう俺の絵の描き方すべてがズームになっている。なのでもっともっと人生経験を踏まえていったら、もっとこの意味合いっていうものは大きくなっていくかもし、浸透していくかも。